ああ、ここで大分に出る伊佐です。藤本がいますが、伊佐自分で持っていく、藤本だ、2点目、4試合連続ゴール、ショートカウンターからでした。一瞬の隙をつきましたね。後半の35分、4試合で6得点ちょっとしたミスですよね。そうですね、ボール奪ってから伊佐選手のドリブルも非常に良かったですし、これ藤本選手のポジショニングも良かったですし、このパスを落ち着いてゴールに来ましたね。マークしていた細川としてはボールも見なければいけないで、後ろに藤本がいますから、そうですね、守れないですよね。そして松井選手が藤本選手から見て右側に倒れたところを